昨日の夜から君がいなくなって24時間が経った。僕はまた一歩も外には出ていない
とうございます。皆さんこんばんは。3年の田口です。今日は皆さんバンドで出てるんですけど、今日は一人です。私ちょっと寂しいです。頑張ります。では私のオリジナル曲を1曲やりたいと思います。目覚ましが鳴る頃にという曲です。聴いてください。
とうございました。今日のホロライブですね、楽しみにしてました。私は、皆さんはどうですか？楽しみにしてた、ね、楽しいね今日は食べ飲み放題、食べ飲みてか飲み放題なんで、いっぱいお酒を飲んで楽しみましょう。みんな実績感なの？あ、終わった人もいるんだ。か、国際はまだなんだけど、これからなんだけど、みんな範囲落とさないように頑張りましょう。返事ありがとう。さっき楽の、なんか私いつも路上とかやってるんだけど、路上とかライブとかやってるんだけど、たまたまライブしてたら楽能の子たちのバンドが出てて、なんかそこでね、ドーナツさんが出会って、なんかそこで失礼します、今日の曲何ですかって聞かれて、いやまだ決めてないんだよねってさっき言ったら、これとこれやってくださいって言ったんで、2曲目全部あの薬局全部リクエスト制で今日はお送りしました。イエーイいや最後に花火大会の季節なんで、夏の曲をやって終わりにします。アベマのあなたの恋人になりたいのですっていう曲です。聴いてください。昨日送ったメールの返事はやはり夜が明けた今も来ないまま、ああ送らなければよかったな、食いたけが募ります。
ありがとうございました。